らの居場所だ。教えてもらおう。奴はそれをどこへ。目的は果たした。武器を捨ててそれで何を得た。父親だ。アイデンは裏切りを犯したが、だが出る、お前には失望した。アスカ、彼女に手を出すな。お前は後悔することになる。デルミーコとクルーの死体は片付けておけ。コルスは放置しろ。アイデンが追ってくるでしょう。それが目的だ。練習するのは認めたけど、これはやりすぎだわ。平気だってママ。それとももう年？私が年？なら教えてあげるわ。正しく安全なエクスリングの飛ばし方。コルスから通信。もっとかかると言ってたはずだ。はい、処理部だ。座標を送る。おじさん、顔を見るなんて久しぶり。久しぶりだ、ゼイ。それで何なの？お母さんはどこだ？彼を探してるわ。久しぶりね、シュリブ。デルはどこに？俺はジナタ星系でレジスタンスのために調査を。リザレクション計画というやつだ。人が消えていて、オーガの将軍はファーストオーダーを疑ってる。そうしたらピリオでスキャナーがコルースを見つけたんだ。何があったの？何も。もぬけの殻だ。惑星は採掘されて丸裸か。そこら中探したがデルはいなかった。それで船のログを探ってこれを見つけた。ピリオの前、アシュラに寄ってる星系の淵だ。なら誰かがパパの消息を。だといいけど、他に何も手がかりがない。シェリブ、アシュラに進路を。了解。デルはいない。なら彼に頼まれて、ジナータセキュリティに多くの人がさらわれて。いやもう信号を妨害されてる。ジナータセキュリティの船だ。グレブの手下ね。敵が現れた。シュリブ、あなたはブリッジに残ってサポートをお願い。ゼイ、急だけどあなたならいけるわ。じゃあハンガーで。アシュラの住人は連中に家族をさらわれたと言っていた。また狙いに来たんでしょう。おめえと、こちらオポチュニティ。今かい。コルースに次ぐ、直ちに投降しろ。我々は容赦しない。その言葉、そっくり返すわ。グレムの言った
った通り。まあ試して聞いたにする。さらばだ、コマンダー。どうする、アイデン。ゴルスをフリゲートの横につけられる。そっちで他の船を落としてくれればな。小惑星とレーザーを同時には避けられない。スターファイターと輸送船よ、どっちに攻撃を集中する。全部落とすわ。しっかりついてきて。小惑星にも注意を。よし、大丈夫。教わった通りにやる。ピッチ上がり。よし、さすがね、ママ。スキャナーによると輸送船はほぼ空だ。グレムどもはアシュラの住人を拉致して輸送船で運んでいたんだ。輸送船が攻撃してるのか？武装した輸送船を使うぐらいしか手がないからね。私が面倒を見る。来て全員、敵の輸送船を叩くわ。やめろ。
のものを何だと思ってる。
プリゲートが残ってる。終わりよ。オポチュニティが投降したわ。え？リーダーをやられてすぐに降参？私が奴らに浸透ミサイルを全弾撃ち込んでやると脅したせいかもしれない。ゼイ、コールスはもう何十年も武器を積んでないわ。でも奴らは知らない。そうね。よくやったわゼイ。それだけじゃない。奴らに全て聞いた。グレブはリザレクション計画に近づいたデルを捕らえたんだ。グレブはどこ？聞いたら驚くぞ。